松竹大歌舞伎の秋季公演が13日高浜町で行われ、一流の歌舞伎役者による演目が披露されました。今年の松竹大歌舞伎秋季公演は全国19会場を巡業して行われています。高浜公演は松竹大歌舞伎若狭高浜公演実行委員会が町民に一流の歌舞伎を楽しんでもらおうと開きました。それほど演目的に難しい演目じゃないですし、ストーリー的にも笑いあり涙ありという演目ですので、初めて見る方にとっても分かりやすい演目かと思いますので、歌舞伎を、これを機会に、高浜町また嶺南地区ですね、楽しんでいただけるような空気が醸成できたらいいなと思っています。今回の高浜公演では有名な浦島伝説を舞踊化した浦島や、浮気性で恐妻家の夫と嫉妬深い妻の舞踊劇身代わり座禅など3作品が上演されました。このうち泥棒と若殿では坂東三五郎さんや尾上松緑さんといった一流の歌舞伎役者が物語を演じました。泥棒と若殿は山本周五郎原作の作品で、お家騒動に巻き込まれ御殿に閉じ込められている領主重信と、その御殿に忍び入る泥棒伝九郎の奇妙な同居生活を通して、泥棒と若殿という異なる立場の人物の交流と絆を描いた物語です。会場には大勢の人が詰めかけ、力のこもった歌舞伎の切なく心温まる物語に見入っていました。